黒木渚のひょっとこどっこい。皆さんこんにちは、黒木渚です。始まりました、黒木渚のひょっとこどっこい。イエーイ、冒頭からキョンシー。10月末毎年あります、陽キャのイベント、まあコスプレイベント、ハロウィン、渋谷でも大変な盛り上がりを見せておりました。東京在住の私からするとですね、あんなに恐ろしいイベントはないんですね。もう東京中のパーティー好きというパーティー好きが仮装して、露出をして、あんな交差点、渋谷交差点に集ってですね、まあ繰り広げる夜の大人のパーティーを繰り広げているわけですけど、私はもちろん陰キャなので、ハロウィンには参加せずに今ひっそりとここでキョンシーをしています。そんな中ですね、最近ファンクラブツアーをやってまして、全国、まあ、4カ所で東京、大阪、名古屋、福岡か、この4カ所で、まあ、コロナで会えなかったファンの皆さんに久しぶりに会いに行こうということで、いろんなイベントを催しをして、卓球大会だの、アクセサリー作りだのワークショップみたいなことをしたりとかもして回ってるんですけど、その一発目が大阪だったんです。で、私今大阪から帰ってきたばっかりの身なんですが、そのファンクラブイベントに兼ねて、まあ、各地のメディアの方々に、まあ、10年お世話になってますから、ご挨拶巡りもして来ようかなと思って、でちょうどこの独立後初めてのメディア周りだったので、まあ、これからも頑張っていくんで一発よろしくお願いしますという気合をこう目に見える形で皆さんにお見せしたいなと思って、各地メディアの方に。それで私が思いついたのが桃太郎になろうっていうことだったんですよ。朝の10時、FM 大阪さんに、お邪魔したんですけど、まず朝一で、いくら大阪人でも朝一で桃太郎に突っ込めるほどテンション高くなかったんですね。困惑してるをすごい感じちゃって、お互い気遣い合うっていう地獄絵図でしたね。この続きは黒木渚のひょっとこどっこいフルバージョンでお楽しみください。よろしくね。